あやめ浴衣歌きねやかつらきねやかつあやめ三味線きねやかつゆきえきねやかつたかでございます。二世きねやかつさぶろう三世きねや正次郎作曲でございます。この曲は安政6年1859年5月に開局されました。四代目吉村伊十郎改め五代目吉村伊三郎襲名披露に発表された曲でございます。サミナレヤと宝井企画の句で始まっております。江戸時代の旧暦5月5日のお節句から合わせを一重に着替えたその夏衣装をあやめ浴衣と呼んだと言われております。情緒豊かな曲が特徴的で5月の節句を歌い浴衣模様のいろいろ隅田川の船遊びの描写となり曲は明るく賑やかな中に粋な雰囲気に変わってまいります。短い曲でございますが聴かせどころのある作品でございます。曲の中で佃という三味線の手法が使われてございます。これは川の流れを描写したものでございます。
Oh,
Oh.